はい、ルルカです。今回はね、電波オークションの NTT ドコモの発言に関して、楽天の三木谷さんがね、噛みついて、まあ、それに関してね、界隈がちょっとね、ざわざわしていましたんで、その辺に関してお話ししていこうかなと思います。今回の件、どんなことがあって、ざわざわが起きたのかっていうところを見ていこうと思うんですけれど、これね、総務省の公式のページになってるんですけれど、11月16日に行われた、新たな携帯電話予習波数の割り当て方式に関する検討会、第2回ですね、の開催。まあ、こちらでの NTT ドコモのね、発言に関して、楽天のね、三木谷さんが噛みついた形になります。今回のね 検討会に関してはドコモだけではなくてここ見ていただければわかりますが NTT ドコモと KDDI 株式会社この2社さんがね資料をね提出して今後の電波の割り当てに関してヒアリングですかプレゼンをしたって形になっていますドコモさんのね資料ちょっと見ていこうかなと思うんですけれど新たな携帯電話用周波数の割り当て方式に関する検討会第2回の事業者ヒアリングご説明資料ということでドコモさんのね資料になっていますまあ大前提としてになるんですけどまあ皆さんわかると思います当然わかると思うんですけどまあ企業ですよねドコモさん企業と とということで当然なんですけど、まあ、自分ににに有利になるよようにプレゼンはしたいですよねさすがに自分の会社をディスるようなプレゼンするバカはいないですよねさすがになので、まあ、今回の,そのドコモさん、まあ、KDDI さんがねいろいろ資料を作って発表するわけなんですけど、まあ、できるるる限り自分たたちににに有利になるようにまあ発言をしてとと思思った方がいいと思いますもちろんね公平な目では見ているとは思うんだけど少なからず寄ってるっていう感じになると思うんだけどいろいろとね自分たちにちょっとでも有利になる流れを作るように資料っていうものが流れていきます今回のね内容としては我が国の現行の割り当て方式について まあね今どういう状態で電波が割り当てられているのかあとは諸外国の割り当て今ね海外でどうなっているのかあとは我が国の新たな割り当て方式はどうあるべきか要は最終的にね自分たちに有利になるように流れを作りたいっていう感じで現在の日本あとは海外ねこうなってるんで、まあ、こうなってるからこそ自分たちはこうした方がいいんだよっていうのを、ね、こう流れを作るためにやってちょっとでもねどこも有利になるような感じでプレゼンを作っているわけです。でこれを見ていくと はい我が国の現行の割り当て方式についてというところで加入者数飽和と多種多様な通信を実現する携帯電話ネットワークの進化ということで将来の曲数をコミットすることや多様なサービスの一部を切り取った評価への懸念ですねそして競争的な開設計画コミットが未知の需要に対応する柔軟性を確保できない可能性ということでまあこれ何言ってんのかなっていうところなんですけれどうん楽天モバイル <laughs> <laughs> まあちょっとわかんないですよね楽天モバイル意識してるのかわかんないんですけれどまあこれつい最近のことがね出ていますまあ比較審査項目っていうところで2012年のものと、まあ、2021年のものが出ているわけなんですけれど、まあ、このね電波に関してまあ旧基準のまあ審査基準があったわけなんですけどこの基準をもってして楽天モバイルにこの電波帯を持ってかれてしまいましたまあ持ってかれたっていうのおかしいですよねまあ総務省がこうやって審査をした上でまあ楽天さんにあげますよって言ったので何もね間違いないものなんですけどドコモとしてはちょっと納得がいかない状態なんでドコモじゃないのっていうなんで楽天 企業とっていうところで、ちょっとね、今の割り当て方式に納得できていないドコモっていうのがあるっていうのが大前提としてあります。まあ自分に有利というかね、毎回自分がある程度割り振りされているのであれば、わざわざね言わないと思うんでね、今の状態がいいんじゃないですかっていうと思うんですけれど、まあ自分たちが、まあ、ある意味負けてしまった。自分たちが得ることができなかった。じゃあどうしていくかっていうところで、まあ諸外国ではね、こんな方式がありますよってことを説明しています。要はここから先ですね、現状じゃないんだよ。まあこれからは進化させるべきなんだよ。諸外国とかね、見ていろいろと話しませんかと。はい。でまあ そこで諸外国だとね、オークションだったりっていうのがね、主流だったりするっていう件に関して触れていっています。まあ、オークションは過去30年間において、支配的な携帯電話の周波数割り当てメカニズムとなってきた。恐力くなる高品質の携帯電話サービスをサポートするために最も効率的に、周波数を使用する人々に周波数を割り当てるための、透明、公平で、法律に堅牢な手段を提供するような設計されている。田中ですよね。オークションに関して熱く語っております。この時点でも見えてくるよね。ドコモさ、オークションしたいんだよなって。まあでもね、もちろんね、オークションに関しては短所ってものもあります。短所ってもの もあるんですけれど、まあ、明らかにドコモさんねオークションしたいよっていうのを見えてくるようなプレゼンになってるんだけどでまあそこから下に関してもね、まあ、諸外国の割り当て方式に関してまあいい点悪い点をね述べていかないといけませんのでまあ悪い点の部分っていうのをまあ出してきてる感じになってますなんですけどその点に関してね落札額高騰と周波数有効活用の課題はオークション設計の工夫により対応できていると想定はいまあねまあ悪い部分もあったりするんだけど工夫すれば何とでもなるよとオークションしたくて仕方ないですねっていう感じでの,この説明っていうものを入れてきていますそして結論ですよね オークションは割り当て方式として、検討の価値があるということで、そりゃそうですよね。検討の価値がある。まあ、ここでね、検討の価値があると言ってるってことは、やりたいと言ってるのと、ま、あほとんど変わんないんじゃないかなと思います。ま、あ一応ね、控えめですね。やっぱ日本人なんで、検討の価値があるんじゃないのまあ、こんなのあるんですけど、どないですかって言ってますが、ま、自分たちが企業としてわざわざそれを押していくということは、ま、今までのね、方式ではなくて、うちはオークションがやりたいんですってっていうことを言ってると、ルルカは捉えちゃいます。まあ、皆さんがどう捉えるかわかんないけど、ルルカはそうやって捉えます。そして多分なんですけど、楽天の 三木谷さんもそう捉えたと思います、はい、捉えてなかったらねわざわざ噛みつかないんでねこれに関して三木谷さんが何を言ったかというとこちらね三木谷さんのツイートになりますこちらもね概要欄のところにリンク貼っときますんで是非ね三木谷さんのツイッターもフォローしていただけたらなと思うんですけれどどんな発言をされてるかっていうとこなんだけど電波オークションはドコモなど過剰に利益を上げている企業の過剰化を復活するだけで最終的にはせっかく下がってきている携帯価格競争を阻害する愚策だ ねえ、もうすごいですね。ぐさくと言っちゃってますね。ドコモなどにとっては、当然、資金力にものを言わせて、新規参入。競合を排除するには、漁夫の利だろうね。弊社としては、大反対ということで、こちらでね、今回の件に関して、大反対をね、表明してるって形になっています。要は、まあ、三木谷さんが発言するということは、楽天モバイルとして大反対だってことでいいですよね。まあ、なので、まあ、ルルカがね、先ほど、こう、ちょっとドコモに関して、うがったね、見方って感じる方もいると思いますが、やっぱね、三木谷さんも感じたんでしょうね。なので、そこに関して、大反対だっていう発言をされています。まあ、こんなに関してね、界わがざわざわ したっってていいうう形になっているんだけどそれはそうですよねまあ,楽天モバイルあとね、今回、まだソフトバンクが意見を言ってないですよね。ソフトバンクが一番バチバチなんですよね。ソフトバンク、過去にラチナバンドがなかなかもらえなくて、いろいろね、あった面もあるので、なかなかね、楽天モバイルにすぐに軌道に乗ってもらいたくないですよね。なので、その電波系に関してはね、バチバチの部分があるんで、次は多分楽天モバイルとソフトバンクの意見を聞くと思いますんで、そのね内容っていうのも非常に気になる点ではあるんだけど、現時点で楽天モバイルに関しては評価基準、要はね、総務省が決めた評価基準でいうと、結構ね、良い子ちゃんだと思うんですよね。 そそももね楽天モバイルに関してはこの携帯電話料金とかを下げていくまあそのね総務省の流れに乗った状態で一番最初に作り出されてでそれに合わせてまあ総務省が SIM ロック解除していこうぜっていう時にまあ一番最初に SIM ロックをかけなかったとかまあ元々なかったんだけどね、まあ、一番ね最初の時点で他のねキャリアさんたちがまあ嫌がっていたまあ理由はいろいろあると思うんですけどまあ一応ね嫌がっていた eSIM とかに関してもまあ当初からね一番最初のところから対応していったりとかまあ一応ね総務省の考えていること、まあ、やりたいなと思っていることに関して今のところねいち早く対応してるんですよね、まあ、料金面も含めてて っていうのになっているので、多分楽天モバイル側とすれば、こうやって、まあ一応総務省のね、まあ、やってほしいことっていう感じで動きをしていれば、まあ評価点っていうのがね、おのずと上がってくる。まあそうするとね、自分たちに課題がね、割り当てられるね、可能性っていうのが上がってくるのに、先ほども、まあドコモに関して、まあ有利になるように、プレゼンはしてると思いますよって話をした通り、まあ、楽天に関してもね、当然楽天に有利になるように動きたいということで、今回、まあとりあえずまだ楽天モバイルの相違というか、まあ、楽天モバイル側としての意見をね、総務省に述べたわけではないんだけど、まあそれを先出しという形で、三木谷さんが、まあ大反対って発言した形になるんじゃないかなと 思いますその辺に関してはね、企業にとっての正義になってくるので、まあ、楽天がね、これに関して大反対、まあ、これが愚策だよって言ったところで、もしかしたら実際はね、電波オークションの方が利用者にとっていいことになる可能性もあります。もちろんね、総務省のね、今まで通りの点数をつけた状態で電波割引された場合の方が、まあ、ね利用者が得な場合もあるかもしれないし、まあ、その辺に関しては最終的にはどうなるかわかんないんですけれど、とりあえず現状としてはね、ドコモと楽天に関してはバチバチな状態になっていますんで、まあ、こういうね、バチバチな状態が続くと、やっぱね、いろいろと面白いことが起きると思います。 いいものって生まれてくるんで。なので、マ、まあ、ルルカとしてはやっぱ楽天モバイル推しとしては、まあ、今回の件でね、楽天がさらなる動きを見せてきてね、面白いね、動きをしてくれるんじゃないかなっていう期待も持ちながらね、まあ、今後の電波オークションを含めての部分に関して、期待してね、見ていきたいかなと思います。今後もね、電波オークション関係も含めてなるんですけど、毎日更新でね、色んな動画上げていこうと思いますんで、よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました。楽天モバイル推してるよ。